アンリアルエンジン、本ゲームのコンテンツはフィクションでありか。オートセーブに対応。綺麗。太一郎です、少し前まで、デトロイトビカムヒューマンっていうゲームの配信、実況をやってたんですけど、今回からライフイズストレンジというゲームをやりたいと思っています。はい、2015年に発売されたゲームみたいなので、今から、7年前ですかね。これもデトロイトみたいな感じで、マルチエンディング、の、ゲームだそうです。はい、ではちょっと始めてみたいと思います。画面サイズ、もう一個新しくでゲームを始めると。ヘルプ&オプション設定、運動設定、操作設定、マウス感度もういいか。なんだろう、 Y 軸反転、 X 軸反転って何？キーの割り当て、前進と、あ、この辺は、デトロイトと一緒か。シフトで走る、高速で巻き戻す、マウス右ボタン巻き戻す、カットシーンをスキップ。うわ、めっちゃあるな。アクション、カメラ位置をリセット、マウススクロールボタン、素早く巻き戻す。うわ、覚えられるこれ。 WASBS、 ここはいいんだけど。シフト走る、巻き戻す。できるかな。ポーズメニュー、エスケープね。エスケープはタブ、日記メニューを開く、カットシーンをスキップ、スペース、まあとりあえずやってみますか。はい。新しいゲーム、あなたの選択次第で過去現在未来が変わる、慎重に選びましょう。いきなり雷鳴。やっぱグラフィックがあれですね、デトロイトとかと比べるとちょっと古い感じというか荒い感じ。何なのこれ。でも十分綺麗だけど。すごい嵐。私なんでここに、っていうかここどこ。あとは町の灯台、中に入れば安全かも。早く向かわないと。よし、進もう。
シフトなのか。ああ。うわ、すごいね、カメラ。なんだ。あ、いいよ。よし。どこから行くんだろう。こっちかな。うわ。うわうわうわ。え？嘘でしょ。うわ。何この竜巻。うわ、やば。うわ。え？何？今の。映画を時間の断片だと考え。夢なの？当然ながら写真についても同じことが言えるだ。ここはいつもの教室。大丈夫。落ち着こう。カラー、ヒアロスクールなど、技法は様々だ。では、人物の内面をモノクロ写真で完璧に捉えた写真家といえば誰？眠りなんかしてない。それに夢にしてはリアルすぎた。誰か？何なの？ダイヤ・アーバスだ。見る。なるほどね。なぜそう？アーバスの作品に捉えられた失意の人々の目には危機迫るもの。こんなダサく、ジェファソン先生には見せられないよ。写真のクラスなんか。クラスのみんなにも笑われる。アーバスは人間を苦悩の存在と考えた。自撮りをする。ヘドが出る。はいはい、騒がない。例えば誰かを暗い部屋に座らせれば絶望のシーンが出来上がる。そんな写真は誰か。ちょうど今マックスが自撮りを撮ったぞ。現代ならではのセルフポートレートだが。なぜ自撮り？マックス、君は筋が。肖像写真は1800年代初期から広く普及し、現在に至る。君たちの世代よりはるか昔から自撮りの文化は存在したんだ。呼び方は変わったけどね。写真やアートの世界において人物の姿を捉えることは常に極めて重要な要素であり続けてきた。マックス、ついでだから君に聞こう。世界で最初のセルフポートレートの誕生に大きく貢献した製版法は。え、私ですか？私ですか？その要は答えられないということか。誰か他に答えられる人は？フランスの画家ルイ・ダゲール発明のダゲレオタイプ。鏡のように被写体をくっきり映し出す手法です。あなたのぼんやりした顔とは正反対だ。正解だ。ダゲレオタイプは人物の顔を最後まで描写することで1800年代以降広く普及した。この技法で初のセルフペンケース、いい加減に買い替えた方がいいかな。でもこのレトロな感じが気に入ってるんだよね。誰かに読まれたらなんて思われるかな。10月は1年のうちで一番好き。紅葉で色を変わった葉っぱはたくさんの小さな炎みたいですごく綺麗。でも今年はまだ暑すぎ。温暖化のせいかな。早く可愛いジャケットとかセーターとか着たいのに、あとちょっとの辛抱だけどね。そうそう、ケイトがブラッドベリーの短編集を貸してくれた。正直ブラッドベリーはあんまり読んだことなかったんだ。ウォレンにそう白状したらにわかって言われちゃった。中学生同士が殺し合う日本の映画の原作小説読んだって言ったら撤回してくれたけどね。なんだ、バトルロワイヤルかな。でもこの短編集には小さな町の秋の様子がいい感じに描かれてて気に入った。もうすぐハロウィンだけど最後に仮装したのはクロエと一緒にいた時だな。昔のアルバムに写真があるはず。今年はちゃんとしたハロウィンパーティーに行って人と話す努力をしよう。ボルテックスクラブの悪趣味なプールサイドパーティーに行くなら、行くくらいなら溺れ死んだ方がマシだけど。いつまでもマヤに閉じこもったさなぎでいないで殻を破る努力をしないとね。ブラックウェルに来てまだ数週間なんだし、そんなに急にいろいろ変わるわけない。パパとママだっていつも言っている。時間ならたっぷりあるって。
越してきたばっか。これずっと読む？ブラックエールアカデミーに合格した。それで今この学校にいるんだ。シアトルにいて、そっか、写真の専門学校に行くために、新しいところに来たんだ。そっか、もちろんネットにもね。あ、みんな、日常ヒーローコンテストの期限が迫ってるぞ。優勝者は学校の代表としてサンフランシスコに連れて行く。プロの世界に自分を売り込むチャンスだ。ステラもアリッサも早く出すよ。テイラー、君もまだだ。期待してるぞ。マックスも言い訳は通用しない。写真。ビクトリアは早速営業活動か。見る。最初の週にジェファソン先生が撮ってくれたクラス写真。私は写りたくなかったけど、先生が実際に写真を撮る姿を見られてすごく嬉しかったな。撮影機材。これ操作が微妙に難しい。すごい、カーボンファイバーの三脚だ。雲台にはパンロックもついてる。私本当に写真オタクだな。すごい、カーボンファイバーの三脚だ。雲台にはパンロックもついてる。私本当に写真オタクだな。なんか他にはポスター。ジェファソン先生が撮った雑誌の表紙、さすがだな。読む。ポップワイン、グランジは死んだのか。マック・ジェファソンの最新フォトワーク。イメールつかびき10の理由。戻る。プリンター。プリンター。見る。こんなプリンターで自分の写真をプリントしてみたいな。個展開けるぐらいたくさん。ま、もっと上手くなってからの話だけど。パソコン見る。うちの学校コンピューターにはお金かけてるよな。使う。誰か作業中みたい。結構いい感じ。なんかできるわけじゃないんだ。ケイト。見る。ケイトは塞ぎ込んでるな。どうしたんだろう。なんか話す。ケイト、マックス、お疲れ。なんか後ろに紙切れって書いてある。元気ないみたいだけど。元気ないみたいだけど、ちょっと悩み事。お茶でもする？そっか。お茶でもしながら愚痴りたい？付き合うよ。そうしたいところだけど、宿題しないといけないから。結構クマがある。また今度ね。バイバイ。紙切れってなんだ。あ、紙切れ。よいしょ。はあ、
読まなきゃよかった。忘れよう。ねえ、あなたのポルノビデオが好きって書いてあるのか。なんか、え、あの動画最高だったよ。なんかちょっといじめられちゃってんのかな。の風景は気に入ってる。緑が多くて落ち着くんだよね。他には何かあるかな。ノート、何もかも特別仕様。授業中にあんな嫌味言うなんて中学生レベルでしょ。みんな笑ってたな。見る。ビクトリアは何から何まで一番高くて最新のものを揃えてる。ビクトリアの持ち物は学校の備品より高性能だね。読む。 GRLT64S はグリーンリットの最新モデルらしく、期待を裏切らないスピードとパワーを備え、操作性と拡張性を向上。 JPEG 形式でも高画質を実現したこのモデルで、新次元の被写界深度、シャープさと正確性で思い通りの撮影を楽しみいただけます。5299、高いね。ポスター、ジェファソン先生の作品を見てると私も頑張ろうって思えてくる。シナプス、マーク・ジェファソン、ノーアルノビ、フィルム対デジタル。名機がこんなに揃ってる。すごい、超音波モーターレンズだ。ヴィンテージの距離計もある。いいな。生徒が自由に読める参考図書、なかなか手に入らないカルティエ・ブレッソンの決定的瞬間もある。レイボビッツはすごくリスペクトしてる。ユージン・スミスも。アベドンの本もあるし、もちろんダリの本もある。聞いたことない名前も多いな。しっかり勉強しなきゃ。ポスター、コンテストのポスターだ。ジェファソン先生からは必ず応募しろって言われてるけど、酷評されたらって思うと怖くて出せないよ。君もヒーローになるチャンス、エントリーして優勝つかもう。日常ヒーローフォトコンテスト。自分の写真や人物の英雄的な行動をテーマにした写真。授業で使うモニターまで高性能のプラズマ HD テレビ。これでいろんなドキュメンタリーを見られるのか。この辺の森は写真でもなんだか謎めいて見える。写真、あの灯台だ。この灯台は街のどこにいても見える。さっきのは何だったんだろうね。ジェファソン先生のカメラはやっぱり違うな。これって確か2万ドルはするはず。ええ、完璧なデジタル写真が撮れるんだろうな。私はインスタントカメラ派だけど。ビクトリアを見るといつも悪口言われてるような気がする。
話す。あのジェファソン先生、今ちょっといいですか。邪魔よ、あっち行って。ビクトリア、口を慎みなさい。さて、ちゃんと提出する写真を用意してきてくれたんだろうね。どうしてもですか。でも先生、どうしても出さなきゃダメですか。マックス、自分でも分かってるだろう。君はまだ若いとか、可能性は無限だとか、今さら年寄り臭い説教をくどくど聞かせるつもりはないが、時間を無駄にしちゃいけない。君には才能がある。君にしかない独自の視点で世界を切り取ろうとする情熱がある。いいかい、勇気を出してそれを世界に発表するんだ。アマチュアからプロの卵へ一歩踏み出してるわ。そっか、他にはなんかビクトリアとは話す意味ないのかな。話すことはないのか。ケイト、もう一回話す。また後でね。また後でね。そっか。ケイトは塞ぎ込んでるな。どうしたんだろう。さっきと同じあれか。よし、もう全部見たかな。何もないね。いける。で、私のことどう思ってる。分かってるだろ、可愛い。いつも通りの風景。ダメか。それだけじゃ治療中に少し変えないよ。マックスはイケてると思ってる。あのおとなしいキャラ。トイレに行ってちょっと一人になろう。顔でも洗ってシャキッとしなきゃ、もっとバカにされちゃう。授業だあいつ。自撮り魔なんだから。エピソード1、さなぎ。した方がいいよね。ラコエラアメリカアカデミーは神聖な血が必要である。うわ、すごい曲が、曲いいね。このビラ、校内のあちこちに貼ってあるの。アルカリオビーで、さあ、レイチェル・アンバー、行方不明。クラス、トイレに行くって言ってたよね。あ、ごめんね。よし、コートに、なんかバカにしてくる感じ。あの子は確かコートに。いつもテイラーとビクトリアの言いなりになってる。テイラーがいつもビクトリアを待ってる。そっか、話すわけじゃないのね。これは出口。マリッサ。アリッサはいつもスマホいじってるけど、一人でいることが多いみたい。そこ。エヴァンはあまり話しかけてこない。でもすごくいい写真を撮るんだ。ロッカー、オッケー、とりあえず見る。みんなにロッカーの中は見られたくない。パパとママの大事な写真。ジャック・ケルアックは本当にかっこいい。ケルアック好きなんだ。アンディ、今日もバッチリ決まってるね。アンディ・オーホル。
ジャスティン。あれはデーナ。相手の男子はジャスティンだったかな。デーナとは寮の階が同じ。こういう典型的な美人チアリーダータイプの子って工場で量産されてるのかな、うん、でもデーナはいい子だからそんな言い方しちゃ悪いよね。ステラはいつもノートとにらめっこ、本気で勉強しにブラックウェルに来てる。えらい、この子さっきから歩いてる。ダニエルめっちゃいじめられてない？ダニエルはすごくいい人なのに。ローガンのやつぶっ飛ばしてやりたい。ローガンは弱い者いじめするから大嫌い。それにボルテックスクラブのメンバーだし。ダニエル、あ、ダニエルか。この子はブルックはウォーレンと仲いいみたい。ウォーレンが好きそうなタイプだし。行方不明者、あ、さっきの一緒か。ハロウィンパーティー。10月だったらいいのにな。必要ないし、興味ないし、バックパックは盗んでない。ノートパソコン。ポエムクラブ。ああ、そうなんだ。大変だな。私も活動に協力した方がいいのかも。アルカディアベイを救え。気候変動で、海岸線が変わって、そうなんだ。お家に置いてきましょう。校長室、グランド先生、グラント、ミル。科学のグラント先生は至近距離すぎない。レイチェル・アンバー、綺麗な子だな。このビラ見てると悲しくなってくる。何があったんだろう。マップ。こんなの暗記してる人いるのかな。でも実際はみんなした方がいいよね。で、っていうかトイレ行くって言ってなかったっけ。ポスター見る。また灯台か。トイレどこ。携帯は好きだけど私の思いはいつも一方通行。そうなんだ。ジュリエットとザッカリーが付き合うのは当然ボルテックスクラブの家中の存在だもん。ボルテックスクラブ。ジュリエットとは寮の階が同じ。彼女もボルテックスクラブのメンバー。サミュエルさん。あれ、サミュエルって本当変な人。でもそこがいいんだよね。そうなんだ。掲示板に貼ってあるものを見るとその学校のことがよくわかるね。どうも、最高のギタリスト、ラモンズ、ザ・シーンズって知らないな。あれ？ラモンズ？ラモンズたくさん出てくるって面白い感じ。スミス、フー、スタイル監視、レディー・ガガ、悲しみ、孤独、鬱、泳ぐのが大好きな人集まれ。新品同様のタブレットを入れます。
5ギガ分の猫の写真付き。トロフィー、すごいトロフィー、さすがビッグフットってとこかな。あれは水泳にはだいぶ力入れてるな。カワウソ可愛いからいいけど、頑張れオッターズ。この子に何があったんだろう。どうだね。よし、このポスターオタク臭全開だな。チェスチーム好きそう。このビラ校内のあちこちに貼ってある。毎回同じ。あ、そうか。これヘイデンってさっき見たっけ。ヘイデンだ。ボルテックスクラブのメンバーだけど、そんなに嫌なやつじゃない。ボルテックスクラブ。私も姉さんやビクトリアみたいにイケてる生徒になりたいわ。バカみたい。もう何ヶ月も行方不明なのか。辛いね。とりあえずトイレ。よかった、誰もいない。こんなとこ人に見られたら最悪だよ。シンクを使う。大丈夫、自信持たなきゃ。私には才能がある。ダメだ。ええ、扉が閉じたとき、別の窓が開いているとか、なんとか。シャッターチャンス、これは絶対取らないと。うん。え、取らないの？写真？OK。女性用じゃないんだ。落ち着け、心配いらない。深呼吸だ。しっかりしろ。ここは俺の庭だ。何でも思い通りになるだろう。何の用だ。ちゃんと誰もいないか確認したんだろうな。さて本題だけど。金ならねえぞ。嘘つけ、ボンボンめ。金持ちなのは親だ。いいのか、そんな態度をとって。お前のろくでもないビジネスのこと、ご両親の耳に入ったらなんて言うだろうね。新聞にデカデカと出たら。親は関係ねえだろ。それとも学校中にネイサン・プレスコットはトイレで独り言を言う泣き虫野郎だって言いふらして。てめえ、舐めた口聞きやがって。ぶっ殺してやる。ちょっとやめて、やめろ、近づくな。に指図するんじゃねえ。コケにしやがって。こんなことしてただで済むと思ってるの。てめえみてえなクズ、死んだって誰も気にしねえだろ。ふざけんなよ、離れろ。うわ、ダメ。あ、撃たれた。え、な、何これ。嘘、ありえない。女子トイレにいたら女の子が撃たれて、手を伸ばしたらまたここにいた。写真は被写体の軌道。この授業をさっき受けた。カニ、カラ、ピアロスクードラ。ケイトがまたいじめられてる。ビクトリアの電話が鳴ったら本当にやばい。では
人物の内面をモノクロ写真と嘘でしょ。写真家といえば誰だろう。信じられないけど、これってひょっとして誰か時間を巻き戻せるってこと。なるほどね。なぜそう思う。マースミーボタン。アーバス。巻き戻した。おお。本当に巻き戻った。写真で完璧に捉えた写真。タイムマシンみたい。わかる人。誰か。落ち着いて考えてみよう。なるほどね。なぜそう思う。アーバスの写真に捉えられた失意の人々の目には危機迫るもの。さっきは自撮りした後先生に当てられた。同じことが起きたら間違いない。自撮りしよう。騒がない。例えば誰かを暗い部屋に座らせれば絶望のシーンの出来上がり。ちょうど今マックスが自撮りを撮ったぞ。現代ならではのセルフポートレートだが、マックス、君は筋がいい。これは絶対に夢じゃない。現実だ。間違いない。君たちの世代より巻き戻せるんだ。自撮りの文化は存在したんだ。あの女の子がまだ生きてたら助けられる。人物の姿を捉えることは常に極めて重要。今すぐ女子トイレに行って確認しなきゃ。マックス、ついでだから君に聞こう。世界で最初のセルフポートレートの誕生に大きく貢献した製版法は。トイレに。すみません、トイレに行ってもいいですか。こらこら、答えられないからといってごまかそうとするんじゃない。後で先生のところに来なさい。誰か他に。まずい、居残りしろって言われちゃった。あの子を助けなきゃいけないのに。鏡のように被写体をくっきり映し出す手法です。あなたのぼんやりした顔とは正反対だ。正解だ。巻きも、もう一度巻き戻して正解を答えたら。シフト長押し。マックス、ついでだから君に聞こう。世界で最初のセルフポートレートの誕生に大きく貢献した製版法は。これか。ダゲレオタイプです。1830年頃にフランス人のルイ・ダゲールが発明しました。正解だ。ちゃんと予習してきたようだな。感心だぞ、マックス。ダゲレオタイプは別名銀板写真。悔しがってる。被写体の顔を鮮明に映し出すことができる技法だ。予習範囲を最後まで読めば詳しいことが書いてあるぞ。ちゃんと読んできたのはマックスだけみたいだ。みんな、日常ヒーローコンテストの期限が迫ってるぞ。優勝者は学校の代表としてサンフランシスコに連れて行く。プロの世界に自分を売り込むチャンス。ステラもアリッサも早く出すよ。テイラー、君もまだだ。期待してるぞ。マックスも言い訳は通用しない。おかしくなったわけじゃないし、夢でもない。勇気を出さないと。ケイトちょっと気になる。マックスすごいね。顔色悪いけど大丈夫？ケイト、あのさ、今日私と話した？今が初めてだけど、どうかした？ごめん、変なこと聞いて。ストレスのせいかな。辛いよね。もう元気ないね。ケイトも元気ないね。もう行かなきゃだけど、後でお茶でもする？うん、考えとく。ありがとね。写真の世界は厳しいという現実も知ってもらいたいと思って。話す。あの、ジェファソン先生、今ちょっといいですか？邪魔よ、あっち行って。ビクトリア、口を慎みなさい。さて、ちゃんと提出する写真を用意してきてくれたんだろうね。出すつもり。出すつもりなんですが。じゃあ、なんだ。絶好のシャッターチャンスを待ってる。そうです。マックス、時間を無駄にする。人生は他の計画を立てているうちに過ぎる。ジョン・デノンの言葉、うん、肝に銘じておきなさい。本当だね。コントロールで素早く巻き戻し。チャンスという
のは誰に公平に訪れる。分かってます。私は自分の才能。あのジェファソン先生今ちょっといいですか。邪魔よ、あっち行って。ビクトリア、口を慎みなさい。さて、ちゃんと提出する写真を用意してきてくれたんだろうね。だせ、ジョン・レノンが言っていました。今準備してます。ジョン・レノンが言ってました。人生は他の計画を立てているうちに過ぎる。マックス、今日は絶好調だ。全く言うことなしだ。我が家を得た。今日中に作品を用意すること、君には期待してる。そうか。とりあえず、あれ、トイレ行こう。女子トイレに行かなきゃ。お願い、間に合って。誰にも言えない。おかしいと思われる。移動中にシフト。いつも。オッケー、あ、こっちだ。入る。よし、さっきを思い出して。顔を洗って。写真を破ったら、蝶が入ってきて写真を撮った。いや、関係ねえだろ。てめえ、なめた口聞きやがって、ぶっ殺してやる。で、俺に指図するんじゃねえ。また同じだ。おこけにしやがって。ハンマーでもないと壊せない。思ってるの？てめえみてえなクズ、死んだって誰も気にしねえだろ。ふざけんなよ、離れろ。あ、これダメ、あいつ銃を持ってる。他の方法は？そりゃグズグズしないで、巻き戻そう。俺に指図するんじゃねえ。俺にカート動かす。そんなことしてただで済むと思ってるの？てめえみてえなクズ、あ、通る。誰も気にしねえだろ。ふざけんなよ、離れろ。あ、嘘だろ。押してただで済むと思ってるの？てめえみてえなクズ、死んだって誰も気にしねえだろ。嘘だろ。二度と近づくんじゃねえぞ。あ、よかった。ふざけやがって。もう何が現実なのかわからないよ。とりあえずよかったのかな。この手で助けたんだ。一体どうなってるの？パニックを起こしちゃダメ。おい、異常ベルが聞こえないのか。早く避難しろ。トイレに行ってたんです。お決まりの言い訳だな。え、言い訳？やましいことがあるんだろう。顔にそう書いてあるぞ。急にベルが鳴るから。ならさっさと外へ出るんだ。それとも出られない理由があるのか。もういい、マドセン君。安全の確認が取れた。生徒の尋問はそのくらいにして、早く非常ベルを解除しに行ったらどうだね。マドセン君。ウェルズ校長。校長のウェルズ先生はいつも上の空。いつも上の空なんだ。何考えてるのか全然わからない。そうなんだ。青色が悪いようだ。どうかしたのか。その進路のことでちょっと悩みが。すごい汗だ。本当にそれだけかね。私には何でも打ち明けなさい。それとも何かやましいことでもあるのか、うん、どうなんだマックス、答えなさい。メイさんのこと、メイさんのことを話す。どうしようか。真実を、メイさんのこと話してもいい？今、ネイサン・プレスコットが銃を持ってました。女子トイレで。プレスコット君だ。確かかね。はい。銃を持ってブツブツ独り言を言ってるところ、私見たんです。明らかに異常でした。ちょっと待ちなさい。では何かね。
君は見ていたのに姉さんは気づかなかった。なんかややこしいことになっちゃったね。女子が女子トイレに行って何かおかしいですか？そうは言っていない。事実関係をはっきりさせたいだけだ。プレスコット君はこの町の名家のご子息だ。本校における成績も極めて優秀。彼がトイレで銃を振り回したなどにわかには信じがたい。もうややこしいな。その後は彼、姉さんはすぐに出て行きました。どうするんですか？事実なら深刻な問題だ。私が個人的に対応する。知らせてくれてありがとう。それだけ？銃を持ってたのに。何もしない。続きはまた後ほど校長室ですることにしよう。分かったら君も早く外へ避難していなさい。校長は何もしてくれないだろうけど、ブラックウェルはプレスコット家のものも同然だし、巻き戻して話を変えるべきかな。あ、どうする？一回巻き戻すか。で、顔色が悪いようだが、どうかしたのか？その進路のことでちょっと悩みが。すごい汗だ。本当にそれだけかね？私には何でも打ち明けなさい。それとも何か何でも話したのね。どうなんだマックス、答えなさい。ちょっと具合が悪くて、その今日はあの日だが、フラフラ歩き回る元気はある。そんな言い訳をする生徒は5万といるんだよ。嘘じゃないです。写真の授業中めまいがして。隠していることがあるなら言ってみなさい。だから具合が悪いって、それだけです。隠してなんかないし。君がそういう態度を取るならもう結構だ。めっちゃ決めつけてくるね。私の目はごまかせないぞ。君は入学して3週間で早速問題を起こした。ご両親はさぞがっかりされることだろう。話は以上だ。行きなさい。ダメだ、全然信じてない。下手すると奨学金がもらえなくなるな。巻き戻して本当のことを話そうかな。これめっちゃ迷う。ちょっと見るってやってみるか。校長のウェルズ先生はいつも上の空。さっきの話か。何考えてるのか全然わからない。私嫌われてる？じゃあ巻き戻してどうしよう。一回本当のことを話してみるか。顔色が悪いようだが、どうかしたのか？その進路のことでちょっと悩みが。姉さんのことを話す。スキップ。今、ネイサン・プレスコット。これでよし。フラフラしていないで、外に出なさい。はい。マウス左、メインキャンパスへ行く。呼ばれてる。レイチェル・アンバー、綺麗で希望に満ちた顔。一体どうなっちゃったんだろう。この子を救うことができる。あ、間違えたかもしれない。先生と話す。グラント先生、熱心に署名は集めてるな。
何の署名？グラント先生。あら、マックス、ちょっとだけ話を聞いてくれないかしら。今署名運動を始めてるのよ。ええ、もちろん構いませんよ。何の署名ですか？警備主任のデイビッド・マドセンが校内に監視カメラを設置しようとしているの。マドセン。廊下に教室、体育館と寮にもね。ここはハイスクールです。刑務所と同じにされては困るわ。マドセンのこと聞いてみる。そんなのマドセン主任の嫌がらせを増長させるだけです。そういう問題じゃないのよ。そういうこと。自由を重んじるブラックウェルの伝統と公民権は保護しないと。ブラックウェルは由緒正しき学校です。ネイティブアメリカンが創立し、開拓者たちにも門戸を開いた。暴力とは無縁よ。ネイティブアメリカン。ネイティブアメリカン。彼らは植民者たちを温かく受け入れ、2つの文化は共生関係を築いて発展したの。特別抗議はこのくらいにして、時代錯誤な監視システムに抗議する署名をお願いできるかしら。まあいいよ。もちろんです。安全対策はいいけど、これは行き過ぎです。ありがとう。あなたならきっと賛成してくれると思ったわ。これで未来は変わっちゃうんだ。でもいいと思う。展示パネル。ジェファソン先生はいろんな作風ができるんだよね。なんだろう。あれ。戻る。コーヒー飲みに行かないか。駐車場で待ってる。オーレン。あれ、なんかなんでこれ急にこれになった。マックス、マクシーンっていうのが本当の名前なんだ。くれたんだ。さて、寮から USB を持ってこなきゃ。え、タブで日記を開く。タブで。今日の顛末は書かれてるんだ。寮はどこなの？あ、間違えた。ごめんごめん。デトロイトの癖が。さっきのと一緒だよね。ジェファソン先生はいろんな作風ができるんだよね。見る。ステラはいつも真面目でしっかりしてる。さすがだな。ステラ、お疲れ。あなたは確か写真のクラスで一緒だよね。ジェファソン先生最高じゃない？私も先生の作品大好き。有名な先生に教えてもらえてラッキーだよね。本当に。ニューヨークでの作品も良かったけど、やっぱり先生のルーツはオレゴンだから。あのマーク・ジェファソンがこんな田舎の学校で教えてるなんて、イーストコーストの高級ギャラリーは今頃歯ぎしりしてるでしょうね。それに先生かなりイケメンだし、ビクトリアがいなかったら私もアタックするのに。そうなんだ。わかりやすいよね。ビクトリアわかりやすいよね。先生は相手にしてないと思うよ。私もそう思う。でもライバルは他にもいるし。え？どういうこと？本当に何も知らないんだね。
ジェファソン先生はレイチェル・アンバーと寝たことがある。これは確かな情報だよ。レイチェルってどの子だっけ？レイチェルと知り合いだったの？そういうわけじゃないけど、ビクトリアたちと一緒にいるのを。あ、行方不明の子か。レイチェルに関してはいろいろとすごい噂を聞いてる。そうなんだ。見る。ジェファソン先生の作品を展示してるの最高。なんかいろんな、待って、展示パネル。これは先生の代表作の一つ。その瞬間を切り取ってるのが素敵。これも？あれ？これは何も出ないんだ。おっとっと。ダニエル。ダニエルいじめられっ子だっけ？ダニエルはいつも何かを書いてる。内気さは彼の勝ちね。ダニエル、お疲れ。ああ、マックス。よかったら頼んでもいいかな。スケッチのモデルになってほしいんだ。完成したら SNS にアップするけど。まあいいけど。私でよければもちろん。インスピレーション湧きそう？インスピレーションといえば、一目見ただけで湧き立つモデルがいたよ。レイチェル・アンバーさ。アンバー、うん、スケッチは友達だったの？友達だったの？違うけど、僕の絵のモデルになりたいって言われて書いてあげたことがあるんだ。何があったんだろうね。なんでいなくなったのかな。急に授業に来なくなってね。家出したっていう人もいるし、崖から飛び降りたっていう人もいるけど、無事だといいな。ビラだけだ、ビラだらけだよね。かどこへ行ってもビラが貼ってあるよね。彼女の顔をあんな形で見るのは辛いよ。優しい子だった。それじゃあそろそろスケッチ始めて。レイチェルほどいいモデルじゃないけど。そんな、君だって十分代わりになるよ。まあ、言い方いいね。いいポーズだ。いいね。でもマックス急いでるんだったかな。あ、いいね。すごいよダニエル。この行動が未来を決めちゃうの？そうなんだ。待って、メインビルディングか。とりあえずドミトリー寮に行って USB を取ってくるか。ルーク落書き見る。ボルテックスクラブ。え？のことは喋んないのかな。見る。ルーク・パーカーだ。ザッカリーがロッカーに押し込んだ子。かわいそうに。そうなの。あ、ルーク？今はほっといてくれるかな。ねえ、どうしたの？聞いていい？どうしたの？ネイサン・プレスコットのやつ。親がこの学校にたくさん寄付してるから調子に乗り上がって。ボルテックスクラブが何だってんだ。あいつにはほんと気をつけた方がいいよ。知り合いなのか？違うよ。時々見かけるだけ。ちょっとその話詳しく聞かせてよ。何があったの？チクったとかあんまり。ああいう勘違いしたボンボンとは関わりたくないな。誰かガツンと言ってやらなきゃダメだ。そのうちきっと罰が下ると思うよ。それが本当なら世の中善人だらけだ。ついには寝て待てって。アホらしい。
これは誰だ、あ、エヴァン。見る。確かエヴァンって名前。いつも何かに集中してる。エヴァン、ポートフォリオを見せてもらってもいいかな。その前にテストさせてくれ。質問に答えてもらうよ。なんだこいつ。崩れ落ちる兵士の撮影者は。知らない。ああ、キャパかな。違う、ロバートキャパでしょ。あの写真の真相はともかく彼の作品は大好き。へえ、やるな。ちょっと意外だったよ。見直してくれた。君とは気が合いそうだな。僕のポートフォリオを見てくれて構わないよ。君にはその価値がありそう。拝見いたします。見る。エヴァンのポートフォリオ、プロみたいでかっこいい。中身見てみたいな。すごくいい写真だ。レイチェル・アンバーの顔から目が離せない。ありがとう。エヴァン、見ての通りレイチェル・アンバーは最高のモデルだった。僕の感性に訴えるアングルを心得ていた。親しかった。親しかったの。いわば戦友ってところさ。僕を批判せず理解してくれた。ボルテックスの連中と付き合っても自分を見失っていなかった。芯の通った子だったよ。何があったんだろうね。よからぬことだよ、間違いない。さっきからなんかすごい、ドローンが飛んでるけど。じゃあね、ドーミトリー見る。ウォーレンの USB を取りに行かなきゃ。マウス左ボタン。USB をと、プレスコット寮だって。この寮まで姉さんの家の持ち物ってわけ。やだね。あ、間違えた、ごめん。よし、アリッサ。アリッサとはもっと仲良くなれそうだな。あれ、マックス、何読んでんの。何読んでるの。愛と永遠の眠りの狭間で。わかってる、何も言わない。でもそれベストセラーだよね。まあね。じゃあ続きを読むから。 OK。 リサイクル箱。エコな学校でよかった。そうなんだ。ビクトリアだ。見る。うわ、ビクトリアと取り巻きちゃんたちだ。あら、自撮りクイーンのマックス・コールフィールドさん。個性吐き取ってマークじゃなかったジェファソン先生の気を引くなんて。すごい突っかかってくる。ガリレオ・ガイブリズ、ロレツ回ってなかったし酔っ払ってるのかしら。賢いマックスさんならこれを見てわかるでしょ。通行止めよ。待って、動かないで。傑作が撮れた。安心して、 SNS にばらまく前にレトロフィルターで加工してあげる。じゃ、さよなら自撮りぼっちさん。ムカつく、絶対どかせてやる。どうする。あ、違う違う。あ、スプリンクラー。水をもっと出して、ビクトリアと取り巻きを移動させられるかも。あ、サミエルがペンキを塗り始める。バケツ、あ、見る。で、スプリンクル。水をもっと出して、
ビクトリアと取り巻きを移動させられるかも。通行止めよ。言葉わからないの？あっち行って。スプリンクラーのバルブはどこ？どこでしょう。スプリンクラーのバルブはどこ？どこだ？あっちかな。どうすればいいのかな。水をもっと出してビクトリアと取り巻きを移動させられるかも。お？ああ。こうなんだ。送水ポンプ。スプリンクラーのバルブ、私でも使えそう。え？使わないの？スプリンクラーのバルブ、私でも使えそう。違う、あれ？送水ポンプ。あれ？なんで使わないんだろう。水をもっと出してビクトリアと取り巻きを移動させられるかも。頭を使おう。巻き戻せば何か見つかるかも。サミエルがペンキを塗り始める。待って、その前にバケツ見る。うん、ビクトリアの近くにペンキ。これか。いい、今は無理。サミュエルにバレちゃう。もっと前。これでどうだろう。はしごをいじってサミエルを怪我させたくない。ビクトリ…うん、ビクトリアの近くにペンキ。で、いいこと考えた。これもう細工したのかな。惜しい。バケツの下に立っててくれないとダメだな。どういうつもり？服が台無しになるところだったじゃない。うちらの上に落ちてたらどうするのよ。訴えられたいの？そっか。なんとかしなきゃ。じゃあ、もっと前か。はしごをもっと右に。はしごをいじってサミエルを怪我させたくない。ビクトリアが毒だけでいい。うん、よし、これでどうだろう。見る。サミエルがペンキを塗り始める。ダメだ。さっきと一緒じゃん、これじゃ。
惜しい。バケツの下に立っててくれないとダメだな。どういうつもり？服が台無しになっ。惜しい。バケツの下に立っててくれないとダメだな。どういうつもり？採掘して、よし、これでどはしごをいじってサミエルを怪我させたくない。ビクトリアが毒だけでいい。テコでも動きそうにないや。あ、サミエルがペンキを塗り始める。一緒じゃんね、どうしよう。通行止めよ、お分かり？スプリンクラーのバルブはどこ？もっと最初にバルブをやんなきゃいけないのかな。ここに自分がいたらどうなる？惜しい。バケツの下に立っててくれないとダメだな。どういうつもり？あっち行き。服が台無しになるところだったじゃない。うちらの上に落ちてたらどうする？テコでも動きそうにないや。もっと最初なんとかしなきゃ。あれもっと最初の段階で見えるな。ペンキを塗り始める。この段階で使う。ちょっと何なの？信じられない。ずぶ濡れよ。大丈夫、ただの水だよ。これカシミヤなんですけど、この服いくらしたか分かってるの？そうだよね。もうマジで最悪。で、この段階で細工。そういうことか。これでどうだろう。これでいけるね。この段階ではなんで外れなかったんだろう。髪の毛につくと落ちないんだよ。すまん。頼らないでよ。しかる湿気だな。今タオルを持ってくるからちょっと待ってて。早くしてよ、乾いちゃうでしょ。大成功。私を舐めた罰だ。話す。ビクトリアックス。何かよ。どうする、慰めてみようか。大丈夫？その服カシミヤだよね。まあね。でも他にもあるし。そうなんだ。前から思ってたけど、いつもおしゃれだよね。否定はしないけど、ジェファソン先生にも言われたし。それに写真の才能もすごいよ。リチャード・アベドンっぽい。なんか自尊心を。アベドンのファンなの。ちょっと嬉しい。自尊心くすぐれたね。ったく、タオルはまだ。いつまで待たせるの。さっきの写真消すね。意地悪して悪かった。あと自撮りぼっちとかって意外にいいやつ。ちょっと笑えたよ。今日はなんかついてないみたい。わかる、そういう時ってあるよね。じゃあまた。じゃあね。開けてくれた。
これじゃビクトリアに都合がいいだけ。そう、進んじゃったね。よし、じゃあ今日はこのくらいで、ゲームメインメニューに戻る。待って、セーブされてない進行状況は失われます。操作方法、いいのかな、これで終了。ちょっと操作方法にやっと慣れてきたかなというところですね。で、一見些細な選択がこのあとどういうふうに変わってくるのかっていうのはやっていくうちに、楽しめればいいかなと思ってます。またよろしくお願いします。失礼します。メインメニュー OK。 ゲームをやめる。